はい、どうもご視聴ありがとうございます。少年期の終わりということでですね、こちら人間スコアで管理された、ディストピア社会で人間スコア最低編の主人公が、ハッキングとかを駆使して頑張っていくゲームとなっております。以前体験版をプレイしたゲームで、こちらねアーリーアクセス版が登場したのでやっていきましょう。データ残ってたりする？残ってないね。チャプター管理なんだ。じゃあニューゲーム最初からやっていくよ。大きく変わってそうなところ以外はカットしてちょっとプレイしていきます。今食堂で配膳が来ないイベントのところまで来たんだけど、なんか他にもできそう、なんかハッキングできるような状況になってるからちょっとやってみるわ。これをハッキング、いたずらする。あ、エッチな写真に変わった。みんな食い入るように食い入るように見てる。あ、え、何の意味が終わりで、ああ倒れてる。そうか、これで手に入るのね。かわいそうに直してあげたから人間スコア上げてほしいな。でこれでもう一回エッチな写真変えれんの。いたずらする。ああ、猿だこの状況でも食べ続けてるやつが逆にすごいのかもしれない。じゃあ配膳申請して、ザネリの名義でおかわりの配膳を。よし、これで座れば食事が配膳されるはずと。こういう方法があるんだね。追加されたのかな。お待たせしました、オブライエン様、追加のお食事です。ありがとう。今のうちだな。ザネリに気づかれたら面倒だけど今はこうするしかない。ザネリ名義でね。ザネリ名義なのにこんな席に配膳するんですねってなりそう。よい、生き残りくん、それ俺の飯なんだけど返してくれない。あ、バレてんだ。クソ、バレた。おい、聞こえねえのか泥棒。スコアなくても耳あんだろ。さっきはよくも生意気言ってくれたな、最低スコアのくせに。お前に付き合ったせいで俺のスコアまで下がったらどうしてくれんだ。でもこれ自体はあった、似たようなイベントはあったな。あ、なんとか言えよ。マジで聞こえないのかなら。パイ投げみたいな。あ、ひどい、ひどすぎる。いいぞザネリ、もっとやれ。お前変わったっけ腰巾着に変わった。もったいないな、落ちたじゃないか。あ、食べてる。あ、ごちそうさま、どうもありがとう。こういうことするとスコアが高くなるんだね、勉強になるよ。実は昼もろくに食べてないんだ。どうせならおかわりもくれない、この野郎。あ、まあやり方が違うだけで基本は一緒か。ならくれてやるよと。絶対顔なかったなお前あ、ちょっとザネリやばくね、今のはさすがにスコア下がったんじゃない。うるせえ、もういい、行くぞ。いや、またちょっとなんかイベントあったら流してこう、やってこう。うん、金が必要なんじゃないかと。だからお母さんの治療費を払うためにもう一番やばい母体となるカレルレンにハッキングしようっていうとこやな。でこれでハッキングしてくれと。あ、え、ここ開けるとき横にスライドだったのに、これをプイってあなたは人間ですかのやつみたいな、認証みたいな、そんな感じの開け方。ああで、歩かれるレーンに侵入。秘密鍵がこんなところに、しかも平分で。嘘だ、そんなん脆弱なわけ。うわあ、でなんか何かが出てきちゃった、僕らの大ゲームみたいなやつが。でマイナス1万点を超えるやつは、マイナスのやつは処理するっていうプログラムが走り出したから逃げましょう。でここでカンパネルラが倒してくれて一緒に逃げ出そうっていうところだったな。そこで確か体験版終わってるから。よし、じゃあここで逃げよう。ここからだな、こっからが、新しいステージ。さっさと逃げようぜ、追いかけっこなんだから。うん、ついていっていいのかな。エントランスはあっちの通路の先だ。ほら、走らないと捕まるぞ。捕まったらミンチにされるぞ。ドキドキするだろ。なんで楽しそうなんだ。いけー、新しいステージ嬉しい。何これ、綺麗に倒されてる。
すげえ綺麗に倒されてる。あ、掃除あるの残骸。これ全部君がやったのか？もちろん、すごいだろ？楽しかったぜ。助かるけど歩きにくいな。歩きにくいけど助かると思う。なあ、そこから無限湧きしとるやん。ここで、マクロコントローラー使えば自動で経験値稼げそう。倒した。あ、強。さあ行こうか。一瞬で片付いた。無限湧きしないの？あ、閉まってる。あ、思い出に何か入ってる。思い出は？思い出。なんか見てなかっただけかな。新しいのがあるわけではなく。うん。さあ、こっちに。これがエントランス？なんて書いてある？トイレかな？違うか。ロックされてます。あ、やば。どうしよう、これ。この量殺すのはちょっと面倒だな。なあ、お前、こいつらどうにかできないか？え、僕、なんで僕が？なんとなくさ、お前、器用そうだから。まさかハッキングしろってことか？僕の正体がハンドラーだってことは、誰にも言ってないはずだけど。じゃあ、こっち側入ってみる？入ると、トイレだよな。トイレだよな。なんだそれ。わざわざ。他の場所を調べてみるかか。ここの R コードは覚えてる。バスシステム。ここがお風呂場ってこと？お風呂場開けちゃえる。いや、あれじゃないか。そうだよ。尊重した。こいつやっぱり僕の正体知ってるのか？さあ、中に入ってみようぜ。何か見つかるかも。まあ、風呂場。逃げ場としてはまあ。うん。ん？風呂場ここ？どういう？ロッカーかこれ。これ何？赤く。その前にあいつに聞いておくことがあると。あのさ。どうしたんだ？あ、トイレか？行ってきていいぞ。さっき言ったね。と違うよ。どういうつもりなんだ？上級生の君が。どうしてこの寮に？なんで僕なんか助けた？君の目的は？なあ、お前。こう考えたことはないか？何よ。おう。パレルレンだ。もしカレルレンに時価があったら、マスターコンピューターみたいなの。もし人間スコアがカレルレンの都合で操作される平等でも何でもない数値だったら、カレルレンは人間を幸福に導くために作られた道具だけど、道具が持ち主を裏切ったらどうする？ R に頼り切った人間たちは裏切りに気づけるか？まあまあまあ、今トップが一つだけって怖いよな。カレルレンからの告知を見たよ。強制プログラム受講者ってお前のことだろ。おかしいと思わないか？告知にはこんな過激な処置を取るなんて書いてなかったのにさ。何か知ってるのか？詳しい話は追いかけっこが終わってからだ。ここにはカレルレンの耳がいっぱいあるからな。ゲームのゴールは学園線の外、銀河鉄道だ。エントランスにあるムーベーターまでたどり着けば、あとは駅までひとっ飛びだよ。銀河鉄道？ムーベーターって何？銀河鉄道よりムーベーターがわからん。今は最寄りのモーリアン時刻で21時ちょうど。銀河鉄道は30分後に出発するはずだ。遊んでる時間はないな。さっさと邪魔な奴らを片付けないと。さーて、ここには何があるかな。面白いものが見つかるといいな。つかみどころのないやつだな。信用していいのか。まあ、信用するしかないでしょ今は。いや、どうだっていいか。今は生きられるなら何でもいい。さっきの提案に従ってみよう。あいつ強いし、しばらくは頼りになるはずだ。よし、通路の掃除 R を何とかする方法を探そう。とりあえず、ここは？あ、お風呂場か、普通に。あ、お風呂、あ、お前、俺を殺しに来るやつか。大変だ。代わりに殺してくれ。助かる。助かる。その銃俺にも貸してくれんかな。うまく使う自信ないけど、今のうちに、こっちだ。え？無理なの？無限湧き？無限湧きではない。動かない。壊れてるようだ。なんかあるね。R カレルレンのマークみたいなのが。注意。イグニウムは純度 50% 以上のアルコール類に触れると、半物質を囲む力場が崩壊し、大爆発を起こします。危険なので、大浴場には絶対にアルコール類を持ち込まないこと。なんでそんな危険なものがここに置いてあるの？これ？美しく光ってるイグニウムという名前のエネルギー結晶体らしい。これが、アルコールに触れると純度 50% 以上って結構しょぼいぞ。消毒用エタノールでも 70% ぐらいやぞあれ。あれでアウトなのかよ。
この大浴場はイグニウム式エネルギーシステムを利用して純水や、温度調整を行っています。イグニウムとは、惑星モーリアンで発見された特別な性質を持つ結晶体です。イグニウムの中には莫大なエネルギーを内包した半物質が閉じ込められており、ここから無限に近い量のエネルギーを抽出できます。こういうとこで使う、家庭用では使わない方がいいと思うけどなもっと中心となる、なんかエネルギー作る場所でこれ使ってよ。中央に埋め込まれた結晶体は純イグニウムに人工的に外殻を形成し、安全にエネルギーを取り出せるようにしたものです。純イグニウム量はわずか 0.1g ですが、これだけで1000年間以上お湯を温かく保つことができます。イグニウムはこの利便性からカレルレニア共生体全域での汎用的なエネルギー源となっているのです。イグニウムの半物質を閉じ込める力は安定していますが、唯一エタノールなどのアルコールには弱いことが知られています。純度 50% 以上のアルコールに触れると外殻や力は崩壊し内部の半物質が追消滅して大爆発を起こします。十分注意して取り扱うこと。もっと外殻いろいろ作ろう。窓の外をご覧ください。青く光るキューブを見つけられますね。これが、学園船の衛星 R です。衛星 R は船内の掃除 R と連携して窓をきれいにします。はあ、そうなの。あ、ここ汚いけど大丈夫ってことは、多分だけどあのロッカーに不届き者がアルコールを入れてるんじゃないでしょうか。ハッキング、ん、先に見た方がいいか。使用者のマルソ、誰、あれ開けられない、こっちは。あ、特に何もないようだ。マルソのがあるけど危なかったな。 EMP 弾をセットしていてよかった、ありがとう。ところで EM ってなんだ、鳴き声か何か。電磁パルス弾、電磁波でできた R 専用のエネルギー弾だ。人間には全く無害なのに、日進法どもにはこれで1コロ、素晴らしいだろ、大好きなんだ。僕の PC 壊さないでね、それで。おう、でそれはいいんだ。マルソ、んこれなんか、ん、何これ、淡く光った、ん、あ、なんか便利な銃だね。こんなのどうしてカレルレンが許可したんだ。許可してないぞ。え、細かいことは企業秘密だ。さあ、そんなことよりこの辺りを調べてみようぜ。気になるな。あ、なんかいる。あ、これか、光ってたやつ。ドローンで遊んでる。あ、ドローンの R コードがようやく手に入ったぜ。じゃあこれでドローンいただきます。なんだ、貸してほしいのか、いいぜ。あ、でこれでスコーピオンファイヤー、あ、いろいろいける。何こんなところに、カメラズーム。これがスペースクリーナー、外側のね、クリーナーか、青いのがありますっつってたやつね。でじゃあこいつに乗り換えましょう。これね、掃除 R を集めさせて、うん、こっちおいでーって、掃除 R おいでーって。なんかでかくなってません？拡大してるだけ？でかくなってた。掃除あるこっちよーって。わー、今まーって。うわー、やば。じゃあそこで爆発させたらいいのかな？よく見つけたね。うん。っていう実績が解除されたけど。まあいいや、行こう。これで通れるんちゃう？オッケーオッケー。動かない。壊れてるようだ。壊れてるやつだけでここ残ってんだ。カンパネルラ置いてきたけど大丈夫？動かない。新着メッセージ、大丈夫か、今どこにいる。あ、エーミールか。こいつなんか怪しいんだよな。なんか学園の人気者みたいなやつだよね。エーミールさん、まさか助けてくれよと。でももし僕のせいでエーミールさんが、ダメだ、言えるはずないな。これ言ったら殺されるやつじゃない、普通に。相当怪しいと踏んでるよ、このやけども含めて。やけどには必ず意味があるから、ゲームという物語のキャラの。何これ、うわあ、そんな古典的な。あ、いた、ヤバタニエンみたいな死に方した。ここだったら、いや、ダメ、これはダメなの。じゃあ、踏んじゃダメよと。一緒？一緒？死亡シーン一緒？ちゃんと見たい。死亡シーンは、なるべく全部見たい。なんか生きてるやついいんじゃない？違うかな。俺落ちてきそう。当たりたかった。ここはこいつらも落ちてくる？一緒か。あー、でもよかった、ここからか。
避けようとしてもなるべく当たっ、なんか当たっちゃいそうだしな普通に。あ、一人で大丈夫、そんな扉の近く歩いて。お、一緒にいた。傷が開いてるな、一旦どっかで休んだ方が良さそうだ。休憩見つけた。ドームサセセセサメ0643だ。え、ハッキングには R コードが必要なんだろ。さあドア開けてくれ。分かったよ、開けてみようかなと。ついでにトラップも解除しておこう。よし、これで危険が減るはずだ。誰の部屋ここ。なんかアイドルの写真みたいなのが貼ってあるね。何か止血できるもの、布とか。でも結構綺麗な部屋。布布布、あ、ベッドのシーツ OK。 ここの住人はこんな夜の時間に。空き部屋ということは外の外出しとる、外泊してる。悪いやつが住んでるこの部屋には。あ、痛い。う、大丈夫か、手伝ってやろうか。別に怪我は慣れてるから一人の方がやりやすい。卑屈だね。ふーん。ところでお前、序盤にスタイラスだよな、あの有名な。有名ね。エーミールからよく聞いてたよ、人間スコア最低の少年、頭はいいのにいろいろと大変なんだってな。知られたんだ、光栄だな。そっちこそ有名なカンパネルラじゃないか。僕も君を知ってるよ、人間スコア学内最高で女子生徒たちの王子様、話す機会なんて一生ないと思ってた。でもそうか、エミールさん、あの人が僕の話を、嬉しいな。ゲ、お前あいつの信奉者か。し、そう、そんなんじゃないけど、エミールさんは底辺生活だった僕を見つけ出してここに連れてきてくれた恩人なんだ。生徒会の仕事で忙しいだろうに、学校に入ってからもいつも僕を気にかけてくれて、宇宙には優しい人もいるんだって初めて知ったよ。規模がでかいな。底辺生活か。そういやお前、あの事故の生き残りなんだっけ、母親と二人で。爆発事故のね。そうだけど、母さんはとても生き残りとは言えないかな、事故以来目を覚まさないし。母さんは事故が起きた時、僕をかばうために瓦礫の下敷きになって生きていられないくらいの大怪我をした。今は、今は病院で治療を受けているはずだけど。けどお金がないとね。わからない、僕のスコアはこんなことになっちゃったわけだし、無事なのかどうかも。僕たちこれからどうなるんだろう。スコアな、なあジョバンニ、お前カレルレンが憎いか。え、元といえばカレルレンの決めたスコアのせいでこんな状況になってるわけだろ、理不尽だと思わないか。別に僕のスコアが低いのは父さんのせいだろ。まあまあその一面もあるけど、事故だってただの偶然なわけだし。じゃあもしその事故がわざとなら。あくまで仮定の話だ。もしわざとなら、許せるわけないよ、絶対に。なんか黒幕がいいのかね。だけどカレルレンと同じくらい僕自身も許せない。事故が起きた時、あの時怖くてただ母さんの言う通りに逃げることしかできなかった。今回もそうだ、結局逃げることしかできてない。悔しいよ、エイミールさんに助けられて寄宿舎なんかでぬくぬく過ごして甘ったれのクソ野郎になっちゃったんだ。これからはもう失敗しない、僕は生きられるだけ生きてやる、ハッキングだって全力でやってやる。ジョバンニ、お前いいな。は？ああ、そうだな、それこそが人間だよな。ジョバンニお前人間らしいな。変な兵器が出た。そうだ、それでいいんだよ、道具に殺されるなんて間違ってる、絶対に。間違いを許すわけにはいかない、正さなきゃいけない。え？ああ、ジョバンニ、お前の戦いはお前だけのものじゃない、人間の戦いなんだ。な、何を俺に押し付けてんの、そのなんか野望というか野心というか。人間として必ず生き延びてくれ、お前のなんか心情みたいなのを押し付けられてる。ただでさえ自分のでも精一杯なのに。さて、そろそろ血も止まっただろ、急ごうぜ、エントランスはすぐ近くだし。うんうん、分かったよ。この家、部屋もうちょっと調べたいの。なんかすげえ気になるんだけど、ポスターとか。
トゥードゥー、なんかないないな、誰かの部屋だってないの、まあ、そんな知り合いいないけど、もうすぐ解放されるのかと。ダークウェブアイコン変わったよな、なんか体験版と。なんか隠されてたりせん？隠されてはいないか。行きますか。どっちだろう。こっち行けないか。エントランスはこっちじゃないぞと。うわ、エントランス？ここ。エレベーターか。ロックされてる。ムーベーター。これに乗れば、寮の外へ。あ、ムーベーターってそういうこと？ムーブ。エレベーター。よし。ハッキングじゃい。ハッキングは楽しいな。ずっとハッキングだけしてたい。あ、何？な、あいつ逃げたぞ。さっさかと。え？人間？あ、急に一回死のう。くれない幽体、こういう体に駆除された、なんか言ってたな、こういう体ってなんか名前出てたな、メッセージかなんかで。あ、これか。こういう体に情報全部吐きに行けよ、何かしてんだろうって俺宛てにつけられてんだから、まあ警察みたいなもんか、警察公安とかに近いかな。なんで俺がロック解除したこのエレベーターにあいつ乗ってんだよ。え、カンパネルラなんであんなそそくさと逃げてんだ。あいつよ、逃げろ逃げろ。じゃあキー、オッケー、火。おお、さすが人間か。あ、いいところに来たな。単調な二進法君たちばかりで飽きてきたところだったんだ。遊ぼうぜ。聞いてない？聞いてなさげだね。そもそもなんか届いてない？あれ？聞かない？おお。ロックを。ロックを。え、何ロックを？扉？ロックする。はい、ロックしました。逃げよう。え？追いかけっこ再開だ。行くぞ、序盤に。いや、あいつエレベーター、ロック、どこに行ったの、あいつは。あいつ今どこにいんの。あ、こん中入ったんだ。あ、ちょっとやば。やばそう。一回ちょっとご挨拶してもいいけど、逃げるか。多分、殺されても一緒だろう。あ、ダメだった。切られた。ちょっと違った。見てよかった。あ、こっからだった。さっさか行くぞ。ああ、うそー、即死にも程がある。じゃあこっち、いや、ここか。通れる、通れそうか。こっちか。うわ、綺麗に掃除された。掃除がお上手。めっちゃ来た。チャカチャカチャカと。さあ、中庭。なんなんこの水族館みたいな。あ、で、こいつがね、こういう体。ラブ。ラブじゃないのよ。コードネーム、お前の。あ、お前ちょっと、隊長クラスなのか。ラブさん、なんか子供出した。ジョバンニ・スタイラス、駆除対象、捜索開始。ボーナススコアプラス5点。わあ、頑張ろう。カンパネラ・デミオン、高スコア、駆除禁止対象、射撃時は麻痺弾のみを使用すること、承知しました。どうしよう、あいつらは。こういう体だ。カレルレンに割り当てられてない人間同士の子供、許可外しの駆除やボートの鎮圧を行うカレルレン直属の武装隊、駆除。人間だけど、あのパワードスーツは危険そのものだ。人間だから EMP 弾も効かないしな。さて、これからどうしようか。どうしようって言われても、なんかハッキングできる、しゃがみ歩きができるんだね。なんか来た、リスだ。なんかこれは、あー、でもコードを読んでないとハッキングもできないのか。あいつをうまく使ってって感じだよな、多分。いた。
とりあえずだからこれを動かしてリスを使ってこいつが動くのを待って、あーバレるよな、どこ行ったらバレないんだ、ここ?ここ行ったらバレない、バレてないけど、どうしろと。とりあえずこれでどうにかどうにかこうにかこっちまで来たけど、ん?なんかある？リス、赤い黒いリスがいる。あー見つかりません。ねえねえ先輩、俺疲れた、任務中だろ、話しかけるな。いいじゃないですか、どうせ大した仕事でもないんだし、カレルレンからほとんど情報来ないってそういうことでしょ、内容もネズミ駆除と似たようなもんだし。つうかゼウスなん、つうか俺ゼウスなんて初めて来ましたよ、セカンダヘラ出身なもんで、まさか任務で来ることになるとはね。この星の名前ゼウスは。遊ぶな、気を引き締めろ、おそらくだがこれは普通の任務じゃないぞ、場所も特殊な上別動隊まで出動している、カレルレンからの情報がないのもきな臭い、母親の方トーシアスタイラスなど医療施設にいる病人相手に5人も出勤だ。母さん、あそっち向いたの、あまあいいんだ、ジョバンニ今がチャンスだ、あいつらおしゃべりに夢中の間にここを通り抜けよう。分かった、気になるけどさっさっさと、どっち行ったらいいですか、どこ行けば、どこ行けばいいの、通り抜けようと言いますが、こう、おなんか通り抜けちゃったえ通り抜けちゃった、通り抜けちゃったけど大丈夫ですか、あ俺もびっくりしたんだよ、通り抜けようと言いますけど、あお前は敵かい、どうやって殺されたの、そいつは偽リスだっていう自責が解除された、何されてんだ、あ食い殺されてんだね、こっち、いや絶対違うな、ここ行ったらいいの、無敵の人になっちゃった全てのしがらみから解放されてしまった俺ここかな、こっちから出ていけばいいのか、よしスニーキング抵抗、忍び足の達人だって実績が解除されたけど、忍び足というかなんというか次元を超えてしまった、挟まれた、ああ強いね、強いというか EMP 弾が微妙なのかこいつらに対して。ターゲット発見、射撃モードに行こう、ああ頭にそんな躊躇なくよく避けれんな、序盤に来い、よし助かる、いい匂いだ、あったかい、カンパネルラ君の中あったかいよ、はい残念、ジョバンニ君は俺と一心同体になっちゃいました、どうする、撃ってみるか、でもそんなことしたらうっかり俺が死んじゃうかもな、テーザー麻痺にセット、あ何それ色が変わった、はっはっはは、お前 R みたいないいやつだな、カレルレンにも好かれてるだろ、出世コース間違いなしだ、あな、どういう打ち合い、顔がやるじゃないか、ラブお前何者、やけどはないね別に、挟み撃ちだ、カンパネルラデミオンへ麻痺弾一斉射撃、あ後ろいなくなった、あー出た一斉、やべあっちにも、クソどうする、ハッキングしかねえな、んスコーピオンファイヤー、銃を奪う、ん銃を奪って読んで、こっちだ、いける、ああ急ごう、さすが、あこっち行けんのね、地下道を入ろうで閉めちゃおうと、便利すぎる、 あ腕が早くちぎれ、
ちぎれ、ありがとう、楽しかったよ。けど追いかけっこはそろそろ終わりだ。凝化酸素放出。どういうどういう、閉めろ閉めろ、ロックしちゃえ。地下道に来たらこっちのもんだな。終わった？トゥードゥ、ここはここはになった。トゥードゥが、そちらは R 用通路です。危険ですので直ちに学園廊下にお戻りください。まあ、監視されてんだよな未だに。あ、動いた動いたけどそんなに害はない。とりあえずこっちか。ここも R 用通路なんだ。まだいんの？今度は何よ。おーいラブが来た。いまだに。さっさと逃げましょう。ひっ、まあ1対2だからな今度は。ジョバンニ大丈夫か、今そっちに行くぞ。なんてな。おお、開けられたあの、おお、どっか行った。お前も画面の外に出れる能力があった。落ちた今度こそ終わったみたいだな。素直で助かったよ。どこ行ったあいつは。それにしてもやるじゃないか、いい場所を思いついたな。西方くんがちょっとだけ邪魔だけど、この通路から他のオーション出られないか探検してみようぜ。そうだね母さん。 R 用通路は人間の通過を想定していない通路です。足場が不安定なため落下する恐れがあります。廊下へお戻りください。ああだから落下したんだ、ね、あいつ落ちちゃうのね。 R 用の通路と下から6000、ここから下まで 6000m ほどある。まず生きていられないはずだけど、どうかな。まあ、たとえ落ちて無事だったとしても、すぐには戻ってこられないはずだ。今のうちに脱出口を見つけよう。6000m ってどういう、どんな高いところに立ってんのこの、建物は。メンテナンスモードの R にぶつかり怪我をする恐れがあります。危険ですので、廊下へお戻りください。まあ、監視されてんだよな、マジで。メンテナンスモードの R ね。まああるんだろうな、ここから動いてるやつが。危険な行動が見られました。さらなる危険行為を防ぐため該当区間の照明をオフにします。そのまま向かいが来るまで動かずにお待ちください。おー、なんか危なっかしいな、それはそれで。うわ暗、え嘘、このままここにいるとまずいな。どうしよう、一回戻る、戻りますか。なんか書いてある、秘密の部屋の道、ライトレフトスターライト、んストレートか、ライトレフトスターストレート、これは地球語だな、確か英語だ。意味は右左まっすぐ、この通路のことか。どう進んだらいいんだろうな。じゃあ右左まっすぐ、こう法則分かったかな。ラッキーレインボーリング法則、ポーン虹はだったかな。意味あるのか、こう、おー、そんなシュレッダーみたいにたまに動いてるやつがいるとは言うたけど、幸運じゃこれ間違えたら、あ殺されると。ライトレフトストレイト、幸運虹は、はラッキーレインボーリング、レフト、ライト、ライトってこと ?LRR だから。わからん。左。で、右。違う。右。で、右。合ってんね。いい感じだね。セスク、何ペデリアン。まあ、SLB? んライムレンス。バス。バシーバイアス。わからん。ストレート、レフト。これはどういう意味だ?これは、長ったらしい言葉のこと。恋愛の用語。最後は、わからない。どうすんだよ。ま、なんとか頑張ってみようぜ。くそ。本当に。じゃあ、ストレート、レフト、B が何じゃ ?B。B。あ、違う。
でもストレートレフトでここまで来れたんだよな。あ、ここからか。ストレートレフトバスバイアス、バスバイアスが分からん。ストレートレフト、ここでも2択なんだよな。じゃあこっちってこと？違うってこと？カンパネル欄に聞いたらなんか教えてくれんかな。ライト、レフト、ストレート、左、右、右、ストレート、ストレート、レフト、バックってこと？合ってる？この解き方で当たったからいいけど、 B はバックってことかな多分。ここは寮の個室？よし。というとこの部屋もしかしてなんか枯れる円みたいなマークあるけど、よし。これはカレルレンについての本だ。なんなんカレルレンマニアがいんのここ。カレルレンについての本、フィル・オブライエン。オブライエン、オブライエンって誰だっけ。持ってるラップトップにそっくりな PC だ。誰のものだろう。誰かの部屋なのこれ。まさか起動してみる。あ、イエハトブ。ん、イエハト、お父さんか。なんでパパの。パスワード思いつかない。どうしよう。俺の誕生日とか入れてみる。あ、打てるんだ。俺の誕生日入れてみるわ。ダメだ。ルームメイトの彼。フィル・オブライエン、ありがとう。ヒントが。R コード42。何だこのバカみたいな。ん？やってみろってこと？R チケットだ。これを使えってことか、あの野郎。じゃあ R チケットで、アイロボット、また撃てんのこれ。まだ撃てんのこれ、アイロボット。エラーか。R コードでさっきのやつを、ともかくこいつを調べようで、あれ、R コードではなく、R コード42だよね。これ本当に R コードか？短すぎるけど、あ、これで入手したのね。使えってことかあの野郎。誰？42。イエトハブの PC。 イエトハブ？イエハトブじゃなくて。とりあえず入ってみるか。じゃあ侵入させていただきますが、イエハトブスタイラスは、つまりこの PC の持ち主はパッパってこと？なんで今ここに？だいぶ、ん？これは多分母さんだ。若い頃なんだろうけど、今とあんまり変わんないな。あ、この写真？撮影者は。撮影者は、ああ。あ、つか、まあ、そっか。家ハトブスタイラス。これがパースプロフィールか。持ち主の。ゴミ箱。エラー、エラー、エラー。なんでだよ。ゴミ箱にアクセスできないってある？学内 SNS 無理、課題提出用もオンラインじゃないみたいな。思い出、当社、これがお母さんの若い頃ね。俺そっくりだね。で、母さんと家ハトブで、フィル、これフィル・オブライエンってやつか。フィル・オブライエンは何者？なんか聞き覚えはあるけど何者だ。で、メッセージはエラーか。いや、ほぼ何も使えないね。イデアルハックね、これ。なんだあれ、絶対クリックしたくない。もうクリックしちゃったけど。親父はどういう感じなの。なんだまさか逆探知入って。そうか、これ俺のパソコンから入り込んでんのか今。だから逆探知されちゃうかも。とイデアルハック入ってきた。
勝手にインストールされた？クソ、この僕が防げなかったなんて。父より、続きはこれのね、変なテキストファイルも出現してるし、一体何のつもりだ。じゃあまずは、これを読んでいるということは俺の PC を見つけたということになるな。おめでとう。ご褒美に必殺技を託そう。イデアルハックの使い方をここに書いておく。重要、専用のケーブルで対象と PC を直接つなぐ。ほう。イデアルハックを実行。 R の思考アルゴリズムが表示されるので読み解く。コンソールからアルゴリズムに手を加えることも可能。専用ケーブルは PC の横に置いてある。忘れずに持っていくこと。このソフトは R の心を読み鑑賞できるツールだ。かなりのジャジャマだが、お前なら扱えると信じている。お前のことを宇宙で一番愛してる。イエハトブ。なんだこのふざけた文章は。必殺技イデアルハックってさっきの。 R に心なんてないだろ。ロボットに心なんてあるわけねえよな。壊れてる。中確認できたのか。確認できた。よくわからないけど、イエハトブが作ったらしい特殊なツールを手に入れたよ。イエハトブのツール、やっぱり本物なのか。よくあるレプリカじゃなくて。てかこの部屋は何なんじゃ。じゃあこの部屋は、うん、あいつが学生時代に使ってた部屋なんだと思う。 R がいないのは細工でもしてたのかな。やっぱりそうだったのか。これがあの夢みたいだ。なんか噂なの知ってんの。壊れてんだ。イデアルハックは使えない。これは繋がないと特に何も起こんないのか。で、思い出はなんか増えたね。42、ああ、なるほどね。この42から奪ってきたやつをここに入れてんだ。で、父より続きで、父よりがそうね、家ハトブのメールで。じゃあ、とりあえず出るか。これがフィル・オブライエンのね。オブライエン。これがケーブルか？忘れないようにだっけ？家ハトブ。じゃあとりあえず出てみるか。ロックされてるけど、あ、R コード書いてあるの？シークレットセサミ。これで入って、扉のロック解除。手に入れたコードはどこで使うんだ？とりあえず出てみるか。こういうところに繋げるってこと？認識不能領域サンプルアルファ。こんな普通の場所に、あのテロリストって言われてるやつの部屋があるんだね。サンプル B。ロックされてて入れるわけでもない。上行ってみるか。で、あ、ここに戻ってくんだ。巨大なカレルレンの結晶体だ。寮にあるものの何倍の大きさだろうか。あ、違う、これエレベーターとはまた別か。大きなカレルレン？これはカレルレンの基地局だな。カレルレンは本体で集積、処理した情報を古希たちと通信することで各惑星の統率を取ってるんだ。古希からの通信は孫機が、孫機からの通信はさらにひ孫機がって具合でな。へえ。つまり、こいつは小さいけど、アルカレルレンの体の一部ってことだ。近寄りすぎるなよ。そうだね、先へ進もう。なんか悪影響あるの？触ったりとか近づいたら。あ、また、ラブが。ラブ？綺麗だろ？喋った。おお、最後に見たのがそれでよかったな、つって。ああ、貼り付けに。俺の大事な大事なパソコンが。ああ。食われちゃう。ああ、電流まで流されて、おあつらい向きにビクンビクンしてらっしゃる。おい、あいつはカンパネルラは何してんの。死亡シーンこれ。フィル・オブライン、お前反逆者め。親子ともども粛清してやる。オブライエンの顔してる。カンパネルラ何してん。ボコボコと。そんな走馬灯を見てますけど。あー、くそ、ダメだ、逃げられない。結局死ぬのか、こんな簡単に。こんなつまらないところで。命の価値が低いから。あ、お母さん。おお、生きてはいるけど血は赤いな。心のどこかで分かってはいた、僕の人生こんなもんだって。人間は生まれた時から平等じゃない。そして世界は価値のあるやつのためにできている。散々思い知ってきたことだ。これまでもずっと諦めてきたじゃないか。今更あがいてどうするんだ。お母さん。
不満にお帰り。待ってて、今から廃棄を取りに行くから。あ、これが最後の日か。ああ、めっちゃ枯れるレンガ。うわ、よく助かったね。っていうか、他の人が死んだ中で、俺で俺たちだけ助かったの奇跡だな。よかった、ジョバンニ。あんたは無事だね。気をつけて。外で何かがうろうろしてる。ここで死んだふりしてしばらく待ってなさい。でも母さん。大丈夫。こんな時のために父さんが地下通路を用意してくれてるからね。言う通りに逃げな。私がおとりになる。あ、だから助かったのか。安心して。あんたは私が絶対逃がす。あんな奴らにやらせないからさ。この状況からよく。かわいい序盤に。愛してる。あんたが元気で本当によかった。必ず生きて。なんならお母さんが死ななかっただけ奇跡だな。母さん。目を開ける。いやいや、カンパネルラ早く助けてよ。俺ボコボコ殴られてるだけなんですけど。そうだ。そうだ。ダメだ。僕は生きなきゃ。意識を取り戻す。あいつ殴ってくるだけだったんだね。母さんが命を捨ててまで願ったものを守ることができるのは僕だけだから。僕は生きる。絶対に。どんなことをしたって。どんなことをしたって。うわ。あ、なになになに。よしよしよし。爆発した。なんで。おう、いや、さすがギリギリ。何してたの。もうちょっと早く来てほしかったな。聞いてるみたいだな。いいか、もうズルはなしだぞ。実力だけで勝負だ。分かったか。ジョバンニ、お前は二進法担当だ。分かった。二進法担当。ああ、ゆっくり。なになになに。よく見ると、あ、コードつなげ。カレルレンに直接プラグイン。あ、カレルレンにトランスミッションしろ。ネットナビが欲しい俺にも。よしよし、イデアルハック。クソ親父、いつもいつも全部分かったみたいに良いシュートだ。そのくせ肝心な時には何もしてくれない。お前のせいで母さんは。本当はお前の助けなんか借りたくない。ひざざざだって。バカにすんな。そんなものあるならなんで今まで渡してくれなかったんだ。許せないよ、許せないけど、僕は生きるためならどんなことでもするって決めた。だから使えるものは全部使う。お前のソフトだって使ってやる。じゃあ、イデアルハック。トランスミッションなんて書いてあるの。モールス信号。わかんない、モールス信号じゃないなら読めない。モールス信号も読めないけど別に。機械語だ。これがカレルレの思考アルゴリズム。まさかこの文字を読み解けってことか。読む。よろしくお願いします。アスキーアートになってるかもしれない。頭が割れるように痛い。ヤルオが浮かんでくる。クソ、情報量が。ああ、こんなの人間が読むもんじゃ。それでも読む。読んでください。読んでください。ダメだ、これ以上。モールス信号だったらと思うと読めないもんな。それでもどこが文字切れだろうと分かんないけど。クソ、意識が。目を遠目で薄目で見たら、あ、なんか顔に見えてこないかな。俺らってさすがだな。さすが兄弟。あー、なになに、連打連打だった。全然知らなかった。目を開けろ、目を開けろ。うー、カレルレン、カレルレン、カレルレン。読んでやるよ。全部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 。読める。いくらプログラミングできるからといって二進数を読めるかと。あ、読めなかった。ここはイデアルハック成功か。あー、成功して頭の中というか、カレルレンの頭の中にトランスミッションした。イデアルハックどこまでも続いてるよ。じゃあ泳いでみるか。ね、で、原子の海を。電子の海。ああ、溺れそう。ああ、ダメだった。そんな情けない。あんな、かっこいい演出の後に。ああ、死んでない。ゲームオーバーかと思った。迂闊だったなって。ここがカレルレンの思考の中。カレルレンがどういう思考で、何を目的に人間を管理してるんだい君は。とりあえず歩くけど。快適。そう？
こういうの全部書いてあるの。原則のマインドハックで打ち込む単語みたいな、安全って原則。なんか音がしてるんで、とりあえず歩いていくのがいいか。そうでもない。音の鳴る方に。このでかいやつとか？幸福。あ、これが重要なの？もやがかかったが、人間のために。人間のためにやってんだよな、カレルレンは。全体への幸福のために。最大多数の最大幸福じゃないけど。これ？私たちのために。モヤが抜けてって、あいつのとこ行ったらいいのかな。モヤの抜けて、なんて書いてあるの。 For all human、 For human、 みんなのために。まあ本当そんな感じだよね。こっち側行って、ん、違うか。これはよ、さっき読んだやつか。あったあった、これね。ん、違う、原則。あ、これじゃないか。あ、白いのがある。アテナ。ん、おう、アテナをたどると、あ、なんかいる。お父さん、危険。これひょっとして父さん、どういうこと。とりあえずこれたどってこう。下山ルートに沿って警戒。この顔は警戒、危険だとカレルレンが判断してるってこと。恐怖で、恐怖を感じてんの。これは道。うん、カレルレンからしたら想定できないから嫌なんだろうな。道、幸福のためには想定できる道を辿ってもらわなきゃいけないのに、未知の存在だから排除したいと。絶望、また特殊な。そうなる。で、これは不安。あ、俺の顔。うわ、キモ。不安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 。これがカレルレンの考えてること。なぜ俺ら親子を殺そうとするのか。はてな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 。これ、昔の検索してはいけないホームページみたいになってんじゃん。逃げてくけど、君は捕まえる。待って待って。おぉ、電子ドラッグみたいになった。ああ、いや、そんなことしている間に、ああ、弱い。ああ、割れてる。イデアルハックが成功したってこと。ああ、爆発してる。爆発するで。神？神？プリマゼウス銀河、ん？プリマゼウス銀河学園線の基地局ガンマ65を一時的にシャットダウンしました。復旧時刻は現在未定です。復旧まで基地局周辺の区域やカレルレンのメッセージ送信が不可能になります。ご了承ください。はい、もう完全にここは、まあ、神、なぜ俺は私を返答。じゃあそんなうろちょろしているお前に何かできる。こんにちは、どう、今の気持ちは。暗いな。あ、なんか手に入れた。これでハックできるの。こいか、お前か。ジェット噴射、誤作動しろ。何？おーい。あ、刺さった。やったぜ。人間の勝利だな。さ、エントランスを探そうか。さ、トゥードゥでエントランス探すと。あいつ刺さってんな。で、エントランス、ここは部屋か。あ、こっちが行けるようになってんね。サンプル B ロックされてるけど、こっちの部屋行けるのかな。ロックされてる、ロックされてる、ロックされてる。こっち側？こっち側じゃないと。なんで？なんでだよそれはなんでだよ。じゃあ上行くけど。ああ、ここなんだ、普通に。通達、本日中にプリマゼウス銀河学園線での強制プログラムを受講しない場合、あなたは強制プログラムを受講する権利を失います。その場合、あなたの人間スコアは永久に復元されず、強制体におけるジョバンニ・スタイラス様およびご家族様の衣食住や医療などの
生命に関する全ての権利が剥奪されます。なんでご家族も。同時に共生体における市民登録と銀河学園の学籍が抹消されます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。受けなかったら生命に関する権利、まあ、治療しなくなるぞと。カレルレンからか、なんて書いてあるんだこれ。要請に基づき、お母様の体の管理は公有体に移管されました。人工呼吸や栄養管理などあらゆる医療ケアの提供を終了させていただきます。ご了承ください。うわー、敵になって出てくるやつじゃん、もうこんな。わあ、管理されてる。ヤーナも見ちゃったね。カレルレンから連絡を受けたよって。何今度は誰？エーミールか。カレルレンから連絡を受けたよ。君が心配だ。強制プログラムに参加できない理由があるんだろ。何か行動を起こす前に僕に相談してくれ。って殺されそうになったんだもん。必ず力になるって。なんか変身しとく？辛いって。マジピエンって。これは最終通告です。めっちゃ連絡来るやん。鬼連絡来てる。強制プログラムを受講しない場合、あなたの人権は剥奪され、強制体内で生活することは永久に不可能になります。今すぐ抵抗をやめ、お近くの交友体に自習してください。自習って、なんか、なんだろう、自動メールっていうよりは中身がいそうなメールだね。まずいな。そろそろ銀河鉄道の出発時刻だ。急ごう、序盤に。お前のところにもいろいろメッセージが来てるかもしれないが信用するなよ。今は逃げるのが先だ。どうしよう。母さん、僕も愛してる。何？メッセージ送る？遺言の。すまんなって。さよなら。行くぞ。R コード。ハッキングして。行くぞ。もう、どうしようもない。共倒れになるだけ。だって俺が死んだ、強制プログラム受けたら実質殺されるもん。乗り込む。そしたら今度は医療費払えなくなって、お母さん死んじゃうから、もう、逃げるしかない俺は。え？もうちょい考える？乗り込むよ。結局、すまん母さん。今度こそ乗り込む。真剣に乗り込む。うるさいな。どうせもう一回やらされるだけだろ。さよなら母さん。その家をしたら分岐するんだったら考えるけど、お前ダラダラするだけだろそこで。よし母さん、きっと助ける。疲るのかは知らんけど。本当に、でも身柄を拘束しますみたいな。え、母親を諦めたっていうあれが出たんだけど。え、分岐あんの？序盤にスタイラスの学籍、市民登録及びトーシアスタイラスの市民登録を削除しました。以降カレルレニア共生体における基礎 R サービスは利用不能になります。ご了承ください。え、分岐あんの？そんなこと聞いてないよ。え？え、嘘？なんか逃げ道あった？もうだって行くしかな、いいじゃん。かさ、え？すごい後味の悪い実績が解除されちゃった。銀河鉄道駅へ到着しました。駅、行こうぜ。大丈夫か？うん、もう大丈夫。出発まで時間がないんだろ？急ごう。セーブもないしな。自動セーブっぽいしな。行くか。でもそうだよな。母親を諦めないルートって自首するルートだから、ゲームオーバーだよな、結局。まあ、それを見ておけばよかったっていう後悔はあるけど。すごいだろ、誰にも知られてないくせにまだ現役なんだぜ。銀河鉄道学園にこんな場所があったんだ。今はカレルレンの管理する移動手段しか使われなくなっちゃったもんな。でもな、この鉄道はアール・カレルレンが生まれるずっと前に作られたものなんだ。紀元前ってことはこの船は1200年以上ずっと動いてたのか。何のために？さあな。しかも面白いことにこの船の存在をカレルレンは知らないんだ。不思議だよな。こんなにでかいのに？銀河鉄道こんな巨大な設備、どうやってカレルレンから隠してるんだろう？ねえ、
そんなバレバレとしか思えんけど、扉ロックされてるとまたハッキングしろと。 R コードはこれか。 Make everyone happy。 なんか皮肉やな。とりあえずじゃあ繋ぐか。 Make everyone happy。 Make everyone happy はどっから入んだ俺。あ、いけた。ん？ダメだ。こいつを動かすには管理者権限を奪わないと。 R チケットを使おう。 R チケットを使おう。だからこうか。ちょっと普通のアクセスじゃダメなんだ。 Make everyone happy。 ハッピー銀河鉄道に侵入しますが、何これ。ああ、これを壊すと。よし、メインシステム見つけた。あとはこのロックを解除するだけだ。銀河鉄道のロックか。なんだこの防御コードは。外部から無理やり取り付けたのかな。でも強引すぎて脆い状態になってる。誰かの作った鎖か。これを解く方法は連打でした。連打でした。簡単だ。よし、完全掌握成功。やったぜ。これで開いたはずだ。鉄道乗り込もう。やるじゃないか。さすがあの人の息子だな。そんなこと言うなよ。お母さんの名前を出せ。時間がない。急げ。そうだ、行き先は。行き先は惑星モーリアン。それは設定されしなきゃいけないの。そしてそんな急に動く。君行ける。行けるぞって言ってる。じゃあな、また来るよ。学生生活も終わりか。まあよっぽど気は楽かもしれんな。あんな階級で管理された学生生活よりは、逃亡生活の方が。あ、で冒頭のシーンか。怪我まだ痛むか。うん、もう平気。医療設備があってよかった。あ、動いた。大丈夫か？お母さんがな。母さんのことか。でもまだ諦めるのは早いだろ。まあ確かにな。なんか身柄拘束されてるだけだから死んでなさそうだよな。カレルレンが騒動してきただけで死んだって決まったわけじゃない。俺たちで助けられるかもしれないぜ。なんか命を残すメリットがあっちにありそう。別に家を測ってるから。でももういいんだ。敵側として出てきそう。なんかあの感じ。どっちにしろ僕の母さんは6年前に死んでいた。とっくの昔にカレルレに殺されてたんだからさ。むしろようやく解放された気分だよ。母さんから、あの事故からも。そうか、それはよかったな。別によくはないけどね。むずいよな。カンパネルラ側むずいよな。うち？母さんからの音だ。あ、変えてんだ。待て、序盤に開くんじゃない。あ、逆探知される？え、でも。いいから貸せ。人間でいたいならそいつの思い通りになるんじゃない。人間でいたいなら？何それ？いや、人間やめ。俺は人間をやめるぞ！つって PC 開くか。母さん。見たい。なんで？母さんじゃん。序盤に久しぶり。今どこにいるの？会いたいな。うん。母さんじゃん。真っ赤なアイコンだこと。うん？うわあ！びっくりした。ちゃんとびっくりした。びっくりした。何？だから言ったのに罠だって。クソ、あの野郎、いつもいつも俺の邪魔ばかり。誰？そうだね、許せない。誰よ送ってきたの。にしても君ビビりすぎじゃない。あれはびっくりするよ。確かにね、こんなちょっとしたいたずらぐらいだったらな、別にな。え？趣味は悪いけど、そんなに
止めるほどかという。この章はここまでかな。あ、一章クリア。分岐とかあるんかいなね。はい、ということで少年期の終わり第一章でございました。また引き続き、アップデートされていくそうなので、ちょっと続きも楽しみに待ちたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。ちなみに実績とかはどんぐらい取れたんだ。排除できる実績29のうち、13か。あー、でもなんかそんなに分岐がありそうな実績ではねえな。はい、ということで少年期の終わりでございました。ご視聴ありがとうございました。